はい、アウト2番パース3、今日は129。何ですかこれ、すごい谷だぞ。ネット張ってくれてます。まさにセーフティーネットですね。 OB 杭の向こうにあります。このラインに沿っていった方が巻き癖のある俺はちょうどよいかな。あー、トップしたな。勝ってるけど、いや、あー、ちょっと短いか。いや、ナイス、ナイスキック。あー、いやー、ちょい足らず、ちょっと足らず。そうね、ナイス。ちょっと右だけど、まあいいんじゃない、ちょうどいいんじゃない。はい、ロッター、ナイスオン。うん、超えた。やっぱでも足んないね。まあまあまあ、上等よ。あだす。続きまして3番パー5、516。なんかこの S 字レッグっていうんですか、見たことないですけど、なんか池も真ん中にありますしね、ややこしいですね。第1打はとりあえず右狙いと、右狙いが正解です。でもね、それだとね、あなたの飛距離だと抜けちゃうよ。ほら、ほら、行っちゃったじゃん。いや、抜けた。抜けちゃった。まっすぐ行っちゃダメだって、あんたの場合は。おー、ナイス。安全に右。あのおっさんのこと笑っとったけど、同じとこ行った。あ、ナイス、行く。帰ってきた、帰ってきた、帰ってきた。もっと帰ってこい、もっと帰ってこい。おー、結構行ったの。結構行ったして。うん、ナイス。登れ、登れ、登れ、おお。すげえコースなりに登っていった。めちゃくちゃええとこ行った。向こうのねフェアウェイが見えてるんですよ。ここ狙って打ちたくはなりますよね。これで打ち込み事故が多発してるとのこと。どうする？レイアップします。やっぱり超えれないようにどうやら。もうハーフショットで出すだけで。あっちゃんがえらいことをしようとしています。どこですかボール。木がそこの根元に、あーこっちに落としちゃって、で池越えポンって、うん、絶対その方が上やな、ね、どこに出すかやで。だからそこにそれにも転がって落ちてくれれば OKOK。 じゃあ打とう。そこや、その斜面ぐらい、斜面まで行ったらめんどくさいな。フラットラインに落としたいから。うん、そうだよね。これはなかなか変わった。あ、罰だけどね、もはや。もう打ったことにすりゃいいじゃん、それ。これで3度目。あの地点やってまいりました。狙い通りフェアウェイまで戻っています。
グリーンが空き次第打ちたいと思います。ボギーオン狙っていってみよう。ゴルクラブはちゃんと目土をします。あーライがな今な。まっちゃんナイスオン。私ほぼ乗りですからもうパターでいきます。いいせん。いただいたんで打ちます。